屈強の霊気が震えた。銃撃が先か、時の声が先か。静寂に包まれていた本能寺は、突如として兵士たちがおめき合う戦場と化した。この謀反、何者の企てか。丈助が別心か。いえ、どうやら明智の手の者と見受けられます。明智。弓を持て、女どもを逃がせ。弥助は明覚寺に行け。殿は、殿はいかがなさるので。是非に及ばず。人間50年、やはり我が野望には足りぬか。戦国の革命児織田信長、その命は破業とともに本能寺の豪華に消えた。天下不武は夢幻のごとく消え、乱世の炎が今再び燃え上がろうとしていた。